おはようございます。チラと申しまーす。俺の壮大なことか呼んでる妹のせいで全然始まらないんだが、ということでですね、今回もちょっとフリーゲームで遊んでいきたいと思います。こちらの作品のね、制作者さんはね、僕が好きな方ですよ。さあ、ちょっとこの方のねクオリティは期待したいところ。前回恐ろしいものを見てしまったんだよね。いや、まあ、作る世界って広いんだ。じゃあ始めていきましょうか。じゃあニューゲームでいきまーす。あ、ほら、もうまず操作方法から入るのよ。やっぱ9キーっていうのはちょっと、まあ、原発を使ってるんで何とも言えないんですけど、バックログも見える。バックログが見える。SD スキップはできます。あ、ほら、もう、始まるもんね。ちゃんと会話からね。プリシア。お兄ちゃん、起きなよ。朝だよ。今日は旅立ちの日でしょ？急いで王様のところに行かないと。ああ、そっか。まずいな、起きないと。ちゃんと、ほら。表情差分もある。おはよう、朝ごはんだ、できてるよ。かわいい。見た目も似てるしね。兄弟っぽい。おはよう、プリシア。早速朝食にするが。うん。お兄ちゃんが魔王退治か。おー、イベントちゃんと入るんだね。なんだよ。いやー、信じられないなって。そうだなー。俺も実家ないや。まさか、うちの家系が、伝説の勇者の血を引き継いでるとはね。信じられないよなぁ。まさかの偶然勇者になってしまった兄弟ということで。道理でやたら親に厳しく育てられたのよね。勇者としてのね、特訓ってことや。そうだな。あまり思い出したくないや。うん。で、まあお兄ちゃんなら大丈夫でしょ。以上。期待してるし、戦いは大丈夫だろうな。おー、なるほどね。でも、どんな強い奴が現れるんだろうね。旅しながら、期待行くさ。うん。おー、もう自動でイベントが進行していくんだね。おー、勇者リードよ。よくぞ参った。これから、お前には、魔王を倒してもらう。魔王は、魔物を操り、我が国に被害をもたらす。勇者であるお前なら魔王を倒せるはずだ。険しい旅になると思うが、力を尽くしてもらいたい。お心のままに、このリード、必ずや魔王を倒してまいります。期待しておるぞ。別室に、うん、なんかこのね、この手のなんかさ、話聞くとなんか嫌な予感しかしないんだわ。なんかさ、ドラゴンクエスト3みたいにさ、王様がめっちゃケチだったらどうしよう。武器と防具、資金を用意した。受け取ってから旅立つといい。行け、勇者よ。この国の安泰のために。あ、でも、自分、どうで進むんだね。基本的にはあれだね。操作する感じじゃなくて読み物って感じか。これが武器、これが防具。こんなので大丈夫なのかね。お金はそんなに。そうなんだよ。アリアハンの勇者のさ、王様もコンボード50ゴールドだからね、くれんの。そう。なんで王様ってケチなんだろうね。兵士にはさ、一丁前に剣持たしてんのにさ、コンボとかなんだよね、基本的に持たしてんの、あれ。おかしいよね、ヒノキの棒を足すとさ、どうなってんだろうね、あれ。ローレシアのさ、王子もそうだけど。もっと持たせてくれればいいのに。あ、かわいい。ちょっと心配な表情の差分いいな。勇者と言われたけど末端だし、治療されてないのかね。あ、本当に行くの？行くとも。待っててくれよ。これヤンデリ妹って言ってたんだよな。じゃあ行ってくる。待っててくれよな。あ、プリシア。てんてんてんってなってるよ。は、なになに、なになに、なんもカットも何もしてないのに、なに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 、なんで、どうした。おはよう、お兄ちゃん。しっかり目が覚めたね。あれ、さっきまでの、今日が食べちゃう日だからかな。夢いや、装備とか、ん、何の夢見たの。俺が、魔王退治に旅立つ夢。あははは、今日のことが気になりすぎて、先に夢で見ちゃったやつだ。
そうなのかな。武器とか防具とかさ、見てみればわかるんじゃないかい、もしかして。ほらほら、早く起き上がって朝ごはん食べよう。おう、まさか。あれ、なんかタイムリープになってるよ。お兄ちゃんが魔王退治か。うん、信じられないな。そうだな。うん、あれ、あんまり元気ない？いや、そうじゃないんだ。自信ないの？今からキャンセルするわ。いや、そういうわけにもいかないだろう。そうかな。不安ならやめてもいいと思うけど、確かに。一人では心細いよ。アリアハンの勇者ですらさ、ルイーダの酒場行って名前、ね、仲間揃えたんだからね。これじゃオルテガだよ。大丈夫だ。俺なら大丈夫。夢の中でリハーサルしたし。んでも、あれって倒やすところまでだよね、リハーサルは。何それ笑える。長旅になるけど、お前は一人で待ってるか、一緒に来ればいい。なんだったらね、同じ勇者の家族ら一緒に来ればいいのにね。うん。大丈夫だよ。お互い死んじゃってこうな。たった二人の家族なんだから。あれ王様、お前まで。おお、勇者リード、よくぞ参った。これからお前は魔王を倒してもらう。さっきいいだ、さっき聞いた。俺さっきも聞いた気がするな。うん、え、なに？あ、装備とかは持ってなかったのか？どうなんだろうね。はい。魔王は魔物を操り、我が国に被害をもたらす。勇者であるお前なら魔王を倒せるはずだ。あれ、なんか今回の王様ちょっとなまってたな。さっきなんか噛んでたけど。俺が勇者なんて、皮肉だな。険しい旅になると思うが、力を尽くしてもらいたい。冒険が楽しみでないといえば嘘になる。それでも妹が心配、一緒に連れて行くって選択肢はないのかな。お心のままに、このリード、必ずや魔王を倒してまいります。期待しておるぞ。別室に、武器と防具。さっきもここら辺で笑っちゃったやんか。アリアハンの王様ってさ、って言うんやね、また俺が。受け取ってから旅立つといい。これさっきと同じ展開だと、あ、そうか、夢だから、夢落ちだから、本当に持ってないのか。資金も少ないんだっけ？行け！勇者よ。この国の安泰のために。あー、本当にその夢の通りだったってこと？武器、防具、資金。やっぱりな。どうしたの？あ、いや、ちょっと心もとないな。多分、棍棒とかさ、布の服とか入れてんだろ？王様もケチだよね。ああ、そうだよ。国を挙げて魔を倒すのをもっと用意してくれて。そうだよ。勇者が一人で止めてるんだよね。勇者の待ったらなんて、信じないじゃないかね。まあ、それは、私も信じられない。確かに、初め冒頭でも言ってたもんね、それは。いや、こらこら。いや、俺が一番信じてないか。ははっ。あ、本当に行くの？やめてもいいのに。行くさ。頑張ってくるよ。待っててくれ。うん。いってらっしゃい。うん。このプリシアの何とも言えない表情だよね。私は、やっぱり。はっ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 は！おはようお兄ちゃん！顔色悪いよ！もうやった！こいつもうやりました、やりました。だって、俺何も編集してない。カット編集何もしてない。顔色悪いよ。今日って旅立ちの日だっけ？もう聞いてんじゃねえかよ、お前からよ。そうだよ。魔王退治に行く日。寝ぼけちゃった？寝ぼけるも何も、なんかやってんだろう。でも、それだと王様とかがさ、よくわかんないよね。どうやってタイムを、時間を戻してんの？タイムマスターみたいなことしてんのか、お前。じゃあ。だってさ、王様はごまかせないじゃん。武器、防具、資金とかさ、どうやってしてんの？ああ、いや、なんだこれは。なんだこの違和感は。本当に大丈夫？行くのやめたら？誰も責めないよ。いや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 。絶対行くと決めたんだ。男に二言はない。ふーん。朝ごはんできたから一緒に食べよう。ああ。お兄ちゃんってさ、なんで、魔王退治行くって決めたの？え？いくら私たちが勇者の末端だからって言っても、魔王退治なんて、無理していくものじゃないし、確かに各地に勇者って意外といるとかいう話もあるからね。ああ、それな。っていうか、私たちみたいなのが勇者の末端にあることはおかしいのよ。わかる。それはわかる。うん、まあ、急に気づかされましたって言われたら、ってなるよな。そんな自覚ないだろうって思っちゃう。そのせいで、
あなり苦しい思いをするくらいなら。そうだな。その通りだ。じゃあなんで？なんで王様にそそのかされて、もう大地なんて行くことに決めたの？お金かな。お金？お金？お兄ちゃんなんか欲しいものあったっけ？いや、俺たちの生活が楽になればいいなって。一見パッと見ね、ちゃんとした家だね。前回のなんかすごい家と大違いなんだけど。前回すごい家だったからな。そんな、私は今の生活まで満足なのに。まあ、家族先のことも考えてってことなんだろうな。お前だってもっといい生活がしたいだろ？大丈夫だ。俺が何でもできることは知ってるだろ。そうだね。お兄ちゃんは何でもできる。そう。だから、待っててくれ。おお、勇者に毒素がいてもいいって。王様はなんか違和感感じへんのか？おお、勇者に毒素なんだ。これからお前に魔王を倒してもらう。またこの話か。魔王は魔物を操り、部落に被害をもたらす。勇者である、お前なら魔王を倒せるはずだよ。なんかロック調に始めたぞ、いよいよな。やっぱりこの話聞いたことあんな。険しい旅なのと思うが、力を尽くしてもらいたいよ。なんて聞いたことがあるんだろう。それはあなた、2回ぐらい解き戻ってますよ。お心のままに、このリード、必ずや魔王を倒してまいります。期待しておるぞ。別室に武器と僕資金を用意したまた、言うアリアハンか？アリアハンだろ、どうせ。何かおかしい。何かおかしいんだ。行け、勇者よ。この国の安泰のために。あー、まあでも同じことを言ってんな、やっぱ。泣きなしの武器と防具と資金。本当に行くの？お前は、俺が魔王退治に行くの反対なのか？別にそういうわけじゃ反対なんだよ、多分。このままでいいんだよ。多分、まあ、さっきからあからさまに反対してるじゃないか。まあ確かに。大丈夫だって。俺が強いの知ってるだろ？でも、でも？なんでもない。あ、わかった。一人で家に待つのが不安なんだな。そんなことないもん。ええー、そりゃ素直に言ってさ、最悪一緒に旅立てば、すぐ話なんじゃ。あ、怒らせちゃった。お兄ちゃんのバカ。じゃあ、行ってくるな。どうすんの？嫌だよ。私は、どうすんだろう。はっ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 は！もうリード何も言わなくなったじゃねえかよ、ほら。もう、4回目ね。もう4回目なの。おはよう、お兄ちゃんじゃねえんだわ、お前も。なんでそんな笑顔なんだ、お前。すげえ。ここまで、すがすがしい笑顔見せれねえぞ。またこの流れか。ん、どうしたの？なんでもない。なんでもないんだ。でも、そうだよ。普通に考えたらおかしな話だけど。大丈夫？具合悪い？そんなことはない。やっぱり旅立つのは不安？いや、そうじゃない。これで何回目だ？旅立とうとしてここに戻される。はあ、もうお兄ちゃんは、魔王退治なんてやめればいいのよ。断っちゃえば？まさか。まさかな。でも、本当になんでお兄ちゃん魔王退治なんて行くことにしたの？罪滅ぼしかな。え？俺が偉業をなせば俺たちの罪は軽くなるかなって。なんかあんな目に遭うとはさっき言っとったもんね。確かに。なんかしたんだよねってことは。ならないよ。私たちのやったことはもうどうしようもない。それでもな。もみ消したい過去じゃないか。だからその代わり魔王を倒してってことか。そうだね。それは同意する。いつバレるかわからない生活だし。魔王を倒して国からお金と権限がもらえれば、もっと遠くに引っ越せるかななんて。何それ、勇者様のご隠居？そんな感じ。二人でゆっくり暮らしたいな。ってことは今の街の人とかは見れないけど、なんかあるんだね、この兄弟自体に。本当？あ、
誰もいないところで静かに暮らしたいんだ。勇者の末裔だのなんだの言われるのはこりごりなんだよ。うん、同意するわ。お兄ちゃんと子供の罪がバレるのに怯えないで、穏やかに暮らしたい。そのための旅立ちだ。待っててくれ。それでも、なんだ？なんでもない。おー、勇者いる、そんなところ、お前には、あれ？はははははもうカットじゃん。いよいよセリフカットが。はあ、どうしたの？何度も王様の話聞くのしんどいなと。もう王様も違和感ねえのかよ。わかるわかる。面倒だよね。なんでもお前が、ああ。マジか。ん？やっぱりな。でもどうして？どうやって？そうだよ。どうやって？どういう、何をしたらそうなるの？ん？もう行くの？いや、行かない。え？というか、行けないんだ。どうしたの？プリシャー、お前一体どんな魔法を使ってるんだ？そうだよ、エルシャダイかよって思うもん。エルシャダイみたいにギュイーンって戻したばっかじゃん。え？俺が旅立つの止めるため変な魔法を使ってるだろう。そんな、さすがに疲れてきたからな。このまま続けてもないし、やはり話し合った方がいいだろ。え、私はお兄ちゃんが旅立つの応援して。嘘だな。ずっと口にすること全部引き止めたいことばっかりじゃないか。これがまあだからそれだけ大事な存在なんだよな。一緒に行けばいいんだけどな。うん、どうしたんだ？どうしてこんなことするの？嫌だよ。やっぱり、お兄ちゃんが危険な目に遭うような旅なんて行ってほしくないよ。どっちかというと、ヤンデレ妹というより、もう、単純にもうね、ブラコンというかシスコンになってないか？これは。やっと本音が出るか。でもな、俺は俺で魔王旅人の時に行きたいんだ。どうすればいい？一緒に行くとか。え？私と戦って？今の私は強いよ。勝ったら見送る。お兄ちゃんが負けたら行かせない。オーケー、やろうじゃないか。あ、で、セーブは、ありがてえ。あ、そういうことね。このゲーム、なんかね、分岐があるせいかって言ってたんで、ここまでの会話すっ飛ばすのありがたいですね。じゃあ、普通にやりましょう。ブリシアがし、おー、なるほどね。こんなところで戦うとは。うわー、MV の戦闘を見たことないなー。応急処置、気合、スピンクラッシュ、強撃。とりあえずまず、攻撃から。133。あ、同等の能力を持っている。強撃、気合。気合。気合を使った。あ、攻撃が上がった。なるほどね。攻撃が上がると。気合で、どうしようかな。連続攻撃。連続攻撃してみるか。アタック上がったし。お、強い！いいね、連続攻撃。リードは攻撃をかわした。1対1のね、闘志をみなぎらしたか。あ、うわぁ、ちょっと待って、なんじゃそりゃ。全バフ、全バフしたぞ、あいつ。やばい。全バフとかすんの。マジか、ラスボスのやりつつや、星の奇跡みたいな顔してる。気合を使った。こっちも。あ、ダークネス2。なんで闇魔法使ってんだよ、お前。うわ、強いよ。いや、ここはね、相手攻撃しよう。強撃で。308。236。いい勝負だな。確かにいい勝負してる。HP を回復する。どんぐらい回復するんだろう。見てみるか。あー、521か。なるほどね。普通にやれば負けないって感じだね。応急処置で回復して、敵の攻撃を耐えながら、TP が溜まってって、で、連続攻撃をしましょう。いいよ。あ！倒した！会心の刺激で倒しちゃうとは。リードの勝利。う、大丈夫か？死んでるか？痛かったか？ごめんな。本当にごめん。でも、今のお前を止められるのは俺だけだったんだ。そうだね。さすがお兄ちゃんだ。心配してくれるし、優しいし。俺たちは、二人だけの兄弟だ。だからお前の気持ちもわかる。もっと考慮すべきだった。でもお兄ちゃんは魔王退治に行くんでしょ？ あ、お前のことを考えて行こうと思ってた。
しかし今のお前を人にするのは不安すぎる。ああ、そうだ。なんでこんな簡単なこと思いつかなかったんだ。魔王退治、一緒に行こう。私と？あ、お前は変な魔法を使うぐらいにわけわからんぐらいに強い。なら一日も問題ないだろ。なんだ、ダークネスって使っとったからな。でも足手まといになるからならないよ。いやいや、ない。それはない。お前アホみたいに強いし。俺時計をせば何でもできる。それに、離れ離れになれたり済むだろ。な。一緒に行こう。うん。私も一緒に行く。よし、決まりだ。早速魔王を倒しに行くぞ。へへ。おー。こうして二人は魔王城へと向かう旅を始めた。そして数ヶ月後には二人の活躍で魔物が減り、人間の国に平和を訪れた。トゥルーエンド！普通！めっちゃ普通！では、負けてみましょう。ではどうなるかわかんないですけど、負けてみればいいんですね。言っちゃえば。ダークネス2でリードが焼却処分されるわけですけども。リードは戦いに敗れた。どうなるんだろう。あ、ほら、お兄ちゃん弱い。旅なんて行かないで私とずっと一緒にいればいいのよ。え、おはようお兄ちゃん。ああ、おはよう。朝ごはんできてるよ。食べる？ああ、そういえば、ん？魔王退治の件、どうなったっけ？今の私たちには関係ないよ。私たちの世界は、ここだけなんだから。お前まさか！やっぱりドアがなくなってる！外の景色もおかしい！お前何した？そんなのどうでもいいじゃない。私たち、兄弟はずっと一緒よ。バッドエンド。あ、はい。え、あ、はい。ふははなんか、あのね、この作者さん的に俺が一つだけ言うとすればね、もっとなんか、あると思っちゃった。そういや、このエピローグってなんだ？見てみる？エピローグどうなってんだろう？あ、え、エピローグまだ続きがあったってこと？魔王城について数ヶ月。俺は牢屋に入れられていた。そう、エピローグがなぜか解禁されたんで、ちょっとこれを見たいなと思いまして。牢屋に入れられていた？どういうこと？なぜだ？お兄ちゃん大丈夫？あ、プリシア、元気だけど出してくれない？鍵あるよ、出してあげる。ありがてえ、サンキューな。なんで、牢屋に入れられたかわかる？うわ、わかんない。どうしてここに来たのかがわかってないからね。お兄ちゃんが、魔王さんの大事な、切なオリジナル CD 割っちゃったからだよ。え？もしかしてそういうこと？あの光る円盤のことか。そうそう。私たちは見たことがなかった。比較的新しい銀座なんだって。あの中に音楽を保存するんだって、すごいよね。武器かと思って、チャクラムじゃねえんだから。それは悪いことしたな。謝りに行こう。うん。ちょうどよかった。ちょうどお兄ちゃんに、魔王さんと話したいことがあったんだ。ん？お、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。なんじゃ？顔グラと言ってることが一致してらんが？お疲れ様。さっきはタイツでも壊してごめんね。え？あれ？どういう感じ？どういうことになってんのこれ。関係。いやいや、まあまあ、それは怒ってるけど、データのことだし、複製せばなんとかなるんで、はい。どうやれ、1時間反省だけ許してくれる魔王さん、本当に優しいね。すいません、本当に。で、話したいことってなんだ？あ、そうなんだ。あの、旅出た後の話なんだ、これ一応。俺たち兄弟は、簡単に魔王城までたどり着いたが、落ち着いて魔王の話を聞いてると、あれ？この人人間の王様いい人じゃね？となり、人間の国に嫌気をさしていた俺たち兄弟は移送させた。なんかあったもんね、人間の国自体が住みづらいって言っとったから、そうなる話になったんだ。
ちょっと掃除したり洗濯したり料理したりと手伝う時にさせてもらうのに、すげえ居心地がいい。勇者の末裔とは言ってたんだけどね。ちなみに魔物が人間の国を襲うのは魔王のせいでなく魔物が勝手に暴走してるとのこと。止めようがないと。制約は仕方ないと。それを管理できない魔王にも責任はあるが、魔王はオーバーワークでそこまで管理が行き届いてなかっただけだし。俺たちが魔王を手伝うと、魔王の調子が良くなり、仕事の上がり、魔物の被害はかなり減った。そういうことで間接的になくしたのか。ああ、実はね、お兄ちゃん。なんだ二人して改まって。え？は？私たち、結婚することにしたの。なんで？妹さんを、自分にくださいお兄さん。ちょっと待て。は？いや、待って。え、マジ、何がどうなってそうなったの？エピローグすごすぎない？ぶっ飛びすぎてない？マジよ、お兄ちゃん。嘘？今まであんなに、ね、兄を大事にしてたのに。お前、俺が一番好きじゃなかった？まあ、お兄ちゃんが一番好きだけど、二番目に好きなのが魔王さん。自分二番目っすか。軽いな。マジか、オーマイガー、マジか。やっぱり反対？でも、私たちが結婚すれば、この城に堂々と暮らすことはできるわ。まあ確かに魔王の嫁になるのか。衣食住何でも保証します。こちらも勇者の末裔がいるとなると心強いんで。っていう理由はよくないですけどね。純粋に、プリシャさんは好きです。マジかよ。ああ、なるほどね。しかし、あと、私たちの過去に犯した罪についても、全部魔王さんに話したわ。でも全然責めないの。そっちは全然違うんだね。じゃあ魔王の話とは違うと。むしろそんな辛い目にあったりとは知らなかった。勇者の末裔だからとこんな苦しい思いを。これからは自分が妹のおりともしませんします。そういうことか。俺たちの罪、両親を殺して隠したこと。人間なら許されない罪だが、魔王が許してくれるならそのまま平和に暮らせるならそれもいいな。私も幸せになります。お兄ちゃんと魔王さんで家族仲良く暮らしましょう。まあプリシナ幸せならいいか。堂々と結婚しなさい。兄弟の結婚なんか見んのってなんかすげえ新鮮だけどね。言われるがどんな気持ちになるんだ。ああ、ありがとうございます。結婚式は派手にしますんで。もう当たり前よ。ありがとうね、お兄ちゃん。これからも家族で仲良く暮らそうね。当然だな。ともかく、ハッピー流れでよかったよかった。これで俺たちの冒険はおしまいだな。ハッピーエンド。トトトさん出てきちゃった。実況が一番好き。実は兄が一番好きなのに、兄以外と結婚するが聖域なんだ。聖域を語るな。ごめんね、これめっちゃハッピーエンド。最後に出てくるなんて、おまんだろう。